ボルデモートの忠実な従者たちであるデスイーター、恐怖の一時代を築くような集団であったことから、力のある魔法使いや魔女がたくさんいたことがわかります。今日はその中でも最強の闇の魔法使いをランキング形式でご紹介していきます。第10位、アレクトカロー。兄弟で第一次魔法戦争からデスイーターとしてボルデモートのために戦ってきました。ボルデモートが姿を消してからの捜索には参加しませんでしたが、1995年、ボルデモート復活後に再びデスイーターとして活動を始めました。魔法省が陥落し、ホグワーツがボルデモートの支配下に置かれた際には、副校長兼マグル学の教授として授業を行っていました。しかしその内容は、マグルは魔法族よりも劣っているという純血至上主義の教えでした。ホグワーツの戦いが始まる直前、マクゴナガル教授によって拘束された後、アズカバンに収容されたようです。第9位、アミカスカロー。妹のアレクトと共にデスイーターとして活動し、魔法省陥落後にはホグワーツの副校長兼闇の魔術に対する防衛術の教授に就任しました。授業内容は防衛術どころか闇の魔術そのものであり、反抗的な生徒に対しては容赦なく体罰を与えていたそうです。妹と同じくホグワーツの戦い直前にマクゴナガル教授へ唾を吐いたことで、ハリーに拷問呪文をかけられ拘束されました。アズカバンに送られたその後は分かっていません。第一次魔法戦争からメンバーであり、一時はホグワーツを支配する中心人物たちであったことから、カロー兄弟は10位、9位でランクインです。第8位、アントニン・ドロホフ。デスイーターの初期メンバーとして数多くのマグルや反対勢力の魔法族を拷問してきた人物です。ロンの母であるモリーの兄たちを殺害した張本人でもあります。第一次魔法戦争の際、アズカバンに収容され、終身刑を言い渡されていました。1996年に大脱走に便乗して脱獄、神秘部の戦いに参加し、再びアズカバンに収容されたものの、翌年ソーフィンロールと共に、トテナムコート通りでハリーたちを襲撃して返り討ちに遭い、そして、ハーマイオニーによって記憶を消されます。ホグワーツの戦いにも参加した彼は、リーマス・ルーピンを殺害した人物でもあります。ハリーに近しい人物を殺害したいきさつや、初期メンバーとして活動していたことから、主への忠誠心がうかがえるため、8位としました。第7位、交番ヤック3。聖28一族の一つである、ヤック3家に生まれた純血の魔法使いです。第一次魔法戦争からデスイーターとして参加しますが、ボルデモート復活の夜の墓地には現れなかったことなどから、忠誠を誓ったわけではないと推測されます。しかし、1995年の復活後には再びデスイーターとして活動しています。魔法省が陥落してからは、法執行部の部長に就任しています。ドローレス・アンブリッジは、彼の下でマグル生まれ登録委員会としてマグル生まれから杖を取り上げていましたよね。ホグワーツの戦いでは、リー・ジョーダンとジョージ・ウィーズリーによって倒されていますが、その後の安否は不明だそうです。闇の勢力が掌握したとはいえ、優秀な魔法使いが集まる魔法省で上位のポストに就いたことから、魔法使いとしての力があることもわかります。第6位、バーティ・クラウチ・ジュニア。聖28一族であるクラウチ家に生まれ、優秀な魔法使いの家系で育ったクラウチ・ジュニアは10代後半にはすでに闇の印を獲得するほど、ボルデモートに忠誠を誓っており、その忠誠心はベラトリックス・レストレンジと並ぶほどだったとか、第一次魔法戦争では、ロングボトム夫妻に貼り付けの呪文を浴びせるという何とも非常な拷問を繰り返し、魔法省に逮捕されますが、脱獄に成功し自由の身となった彼は、1994年頃から再びデスイーターとしての活動を再開します。ポリジュース役でムーディに変身し、ホグワーツへ潜伏した際には、炎のゴブレットに強力な錯乱呪文をかけたことで、参加資格のないハリーをトライウィザードトーナメントの出場選手に仕立て上げることに成功し、ボルデモートの復活に対して尽力します。数々の行動を不審に思ったダンブルドアによって全ての真相を吐かされ、自白をした翌日、ウィゼンガモットで証言をする前に、魔法大臣であるコーネリウス・ファッチが護身用に連れていたディメンターによって魂を吸い取られ、死よりもひどい姿に変わり果ててしまいます。
ホグワーツ在学中にハーマイオニーをも超えるほどの優秀な生徒だった彼は間違いなくこのランキングにも入ってくるでしょう。第5位、ピーター・ペティグリュー、ワームテールという異名を持つ彼は、第一次魔法戦争までは不死鳥の騎士団に属していましたが、デスイーターに寝返りスパイ活動を始めます。闇の勢力に寝返った経緯は明らかではありませんが、ポッター家の秘密の守り人になったものの、すぐに居場所をヴォルデモートに伝え、悲劇の事件の協力者となってしまうのでした。それからは得意の動物もどきで、ウィーズリー家のペット、スキャバーズとして身を隠し続けますが、かつて親友だったシリウスとリーマスによって正体を暴かれ、行き場をなくしてからは再びヴォルデモートのしもべとして働きます。ヴォルデモート復活の際には、ハリーと共にリドルの墓に現れたセドリック・ディゴリーを殺害し、ハリーを主の復活のために捕らえたものの、最後にはその主から与えられた銀の手により自身で首を絞め死んでしまいます。長年、ウィーズリー家のペットとして身を隠していた精神力や魔法使いとしての能力も高いことから5位にランクインです。第4位、イゴール・カルカロフ。魔法学校の一つであるダームストラング専門学校の校長を務めていたイゴールも、デスイーターの一人でした。第一次魔法戦争ではヴォルデモートに仕えて活動していました。しかし、当時魔法省の闇払いだったアラスター・ムーディによって捕らえられ、アズカバン送りになってしまいましたが、仲間を売ったことで自由の身となっていました。ダームストラングの校長に就任し、トライ・ウィザード・トーナメントの引率として、ホグワーツにも現れていましたね。代表選手であるビクトール・クラムを優勝させるため、あらゆる支援をしていました。かつて、仲間を売った経緯があるからか、闇の印が痛み出した時には急に怯え出し、ヴォルデモートの復活がわかると逃亡したそうです。彼を見つけた他のデスイーターによって殺害されてしまいます。魔法学校の校長を務めることができる能力の高い人物であることから今回は4位にしてみました。第3位、ルシウス・マルフォイ。純血の魔法使いであるルシウス・マルフォイ。ホグワーツ在学中は、5年生の時にスリザリンの監督生を務めるほど、優秀な生徒だったようです。デスイーターに加わった後は、マルフォイ家の家長として、純血至上主義を唱え、第一次魔法戦争にも参加しました。息子であるドラコがホグワーツへ通い始めると、ハリー・ポッターへの異常な敵対視や執着を見せ、ジニー・ウィーズリーにトム・リドルの日記を滑り込ませたり、マグルを襲撃したりと、純血主義を貫き、忠実な従者として闇の帝王の手助けをしてきました。作中ではそんな彼を邪魔してくるハリーへ、アバダ。と死の呪文を唱えかけているような描写もあり、子供にも容赦ない冷酷な一面も見られましたね。第二次魔法戦争では、一度はアズカバンに収容されるも、ヴォルデモートの従者として働き続けますが、一度の失敗を許されなかった一家は、次第に冷遇されるようになり、戦いの終盤では家族と共に闇の世界から足を洗ったため、罪に問われることはありませんでした。ハリーに対し放ちかけた死の呪文で、それを使いこなせる能力があるということがわかります。冷酷な人物であること、子供にも容赦ない姿はまさにデスイーターとしての素質も高いのだと感じます。第2位、セブルス・スネープ。半純血として誕生したセブルスは、父親との相性が悪く、マグルを軽視するようになったのも父親との関係が原因だったと言われています。両親からの愛をあまり受けられず、また友人も少なかったことから、他者に対して冷酷な態度を取るようになっていきました。セブルスは特に闇の魔術に秀でており、11歳の時点で7年生よりも多く呪いを知っていました。在学中、セクタムセンプラやレビコーパスなど数々の呪文を開発した彼ですが、その背景にはいじめから自分の身を守るためという理由もありました。卒業後はデスイーターとダンブルドア側との二重スパイという危険な任務につき、ヴォルデモートをはじめ誰からも悟られないようにハリーを守るため行動していました。それらの行動すべてがハリーの母であるリリー・エヴァンズへの愛が原動力だったと思うと、冷徹でありながら愛のために自らを差し出せる勇敢な人物だったと言えます。彼の場合は他のメンバーとは一味違う能力の高さがありました。世界を恐怖に陥れるほどの人物に気づかれることなく二重スパイをやり遂げたセブルスの能力は間違いなく2位の実力でしょう。
第1位、ベラトリックス・レストレンジ、デスイーターのメンバーの中でも特に、ヴォルデモートに心酔していたベラトリックス、第一次魔法戦争では前線で活動し、ヴォルデモートが姿を消すと彼を探すために、ロングボトム夫妻に貼り付けの呪文をかけ拷問したことがきっかけで、アズカバンでの終身刑を宣告され収容されます。1996年、アズカバンで大規模な脱獄が起こり、晴れて闇の帝王のもとへ返り咲き、神秘部の戦いでは命にあたるニンファドーラ・トンクスと対峙し、彼女を打ち負かします。そして、ハリーと共に戦っていたシリウス・ブラックとの決闘が始まり、ベラトリックスはシリウスを殺害します。そしてホグワーツの戦いではニンファドーラを殺害することに成功します。ロンやジニーの母であるモリー・ウィーズリーが放った呪いにより命を落としたのでした。最も狂信的でかつ、最強の右腕として唯一無二の存在である彼女は、堂々の1位にランクインです。いかがでしたでしょうか？名の知れた闇の魔法使いたちをまとめ上げるヴォルデモートの力の大きさも容易に想像できますよね。この動画が良いなと思ったら、高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。